優勝へのマジックナンバー2というヤクルト、先発は高梨です。1回裏ツーアウトランナー2塁と DeNA がチャンスを作って牧、右方向へのバッティング、これがライトフェンス直撃のタイムリーツーベースになって DeNA が1点を先制します。DeNA 先発は今永、ここ4試合勝利がありません。その中で2回ワンアウト2、3塁とピンチを作ってオスナ、変化球、これ打ち取った打球でしたがサードゴロの間に1点が入ってヤクルトが同点にすぐ追いつきました。1対1です。3回表また今永を攻めたヤクルト、ワンアウト満塁としてバッターはサンタナ、チェンジアップが甘く入ってこれが右中間へ、サンタナの2点タイムリーツーベースでヤクルトが勝ち越します。3対1としました。さらにワンアウト2、3塁とチャンスでバッター今度は中村がレフトオーバー、2点タイムリーツーベース、この回4点入れて5対1とリードを広げた東京ヤクルトスワローズです。そして4回の裏 DeNA はこの回先頭の牧、この打球がレフト線へ、牧がツーベースヒット、今日2本目のツーベース。さらにここからチャンスが広がって戸柱を迎えますが、ここは4-6-3ゲッツー、ダブルプレーとなってしまいました。そして6回です。高橋奎二がマウンドに上がっているという東京ヤクルト、その高橋から牧がこれ3打席このゲーム連続でツーベース、前回のゲームから5打席連続ツーベースというプロ野球記録を作ると同時に長嶋茂雄さんのルーキーとしての二塁打の記録、34を抜く35二塁打、ただそれを生かせなかった代打宮崎、三振で0点。7回の裏 DeNA はツーアウトランナー二塁でバッター森、今日は最初二塁打2本あった森ですけれども、ここは高橋の前に三振、2イニングピッチも作った高橋ですが抑えました。そして8回は報道の清水、ツーアウトランナー1塁と DeNA もまたチャンスを作ります。ただ代打上里がレフトへのファールフライで3アウト、5対1のまま9回を迎えます。ヤクルトはマクガフがマウンド、そのマクガフに対してツーアウト2塁3塁チャンスを作った DeNA、 バッターは佐野、ただ佐野が打ち上げてサードへのファールフライでゲームセット、5対1でヤクルトが DeNA を下しました。ヤクルトの優勝へのマジックは1とこれでなりました。